数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た？待ってたろ、オラの子取り返しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってる？身の程知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえさ。いや、作戦があった。どうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人、さらに戦闘力が上なんだ。見えたな。今やるしかねえ。ご飯はオラが助ける。準備していたろ。
待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法！ぐっ、じっ、死ぬしな！サイヤ人来襲に備え、ピッコロは孫悟空の息子ゴハンとの修行の日々を過ごす。そして1年後、孫悟空の到着を待たずして、ついにサイヤ人たちが地球にやってきたのだった。地球の戦士たちも仲間と共に迎え撃つのだがこいつらのお手並み拝見といった。ナッパ、栽培マンを出してやる。お遊びが好きだな、ベジータも。何？サイヤ人来襲。貴様ら、何の目的でこの地球に来やがった。お前はナメック星人。そうか、ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。そいつが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。栽培マンはまだまだいるんだぜ。あんな雑魚どもが相手になると思ってるのか。一気に片付けてやる。Ah!
てこいつから片付けてやるかな。ああ、うっ、うっ、このチビ。くだらねえことしやがって。チャンス、仇は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。飛行砲。これほどまでの怪物だとは思わなかった。この前に来たサイヤ人をはるかに上回っている。ああ、楽しませてくれよ。なんなら二人がかりでもいいんだぞ。クソ、地球をなめるなよ。との戦いで死んでしまった孫悟空は、天界に住むという海王様に会うべく長い長い蛇の道を駆けていた。あそこだ、あそこに海王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え、海王星での修行が始まるのである。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ぐしゃぐしゃに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。
孫悟空の静かな怒り。そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、チャオツマ。うさみんぞー、さらら。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうかな、落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えることがあっかもな。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。してぶっ潰してやる。後悔するがいい、カカロット。
さ。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。なんてでけえ気だ。多分オラの気を全部つけ果たさねえと勝ち目がねえ。オラの気全部と地球の元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であったが、どうだ、手も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃーん、何か嫌がるな。どこだ。お父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。炎山。よく見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。うわっ、バカ。もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。見せろご飯の底力。貴様ら、俺を怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り自分の星へ逃げ帰ろうとしている。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。死ぬ！待ってくれ！ごつん貸してやってくれ。諦めるのは分かった。けど、頼む！ほら、もう一度、そいつと叩けて！この次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら、一人にやらせてくれ！このゴミとも、今度は貴様らに。はないぞ。悟空、この時は
ぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。おい、ほら浮く。死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメック星越しにあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに行ったんだけど、誰にも邪魔はさせんぞ。ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメック星へ。みんな待っててくれよな。サイヤ人ベジータを逃した孫悟空たちは、死んでいった仲間たちを生き返らせるために神の残した宇宙船を手に入れ、ドラゴンボールがあるという神の母星ナメック星へと旅立つのであった。無事ナメック星へたどり着いたブルマたちであったが、サイヤ人同級戦だ。思いもよらぬ出来事に地球への連絡を取るのであった。サメ仙人から話を聞いた孫悟空は、ヤジロベエが持ってきた戦術の力によって完全に回復し、天才科学者であるブルマの父に解放してもらったサイヤ人の宇宙船に乗り、ナメック星へと出発するのだった。いざナメック星へ。よし、早速修行始めっか。ナメック星に着くまでにあのベジータっていうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、ええことだ。まずは基本から徹底的に鍛え直さねえとな。か悟空。あ、その声は海王様か。悟空、よく聞くのだ。今お前の向かっておるナメック星には、あのサイヤ人よりとんでもない奴がおる。ナメック星についてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。わかったか。フリーザ、奴だけにはな。手を出さねえにしたって強くなって損はねえさ。Yeah!
ベジータは惑星フリーザに到着し、体力を回復させ、ナメック星に向かおうとしていた。フリーザ様はどこに行かれたんだ？お前が発見したドラゴンボールを探しにナメック星に向かわれたぞ。くそー！あの野郎！そうはさせん！あれは俺のもんだ！ほうほっほっほっ、素直に渡せばいいものを。死ねー！やめろー！バカ野郎！逃げるんだ、早く！このボールは命がけで守ります。しかし、ベジータはフリーザのボールを奪い、残りのボールを持ったクリリンを発見する。何から何まで、この俺に運が向いてきやがったぞ。ベジータ、オートを見つけたぞ。果たしてベジータは全てのドラゴンボールを手に入れることができるのであろうか。ベジータ快進撃。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。そっちのドラゴンボールを持っているチビにも見覚えがある。そうか、貴様らつるんでいたのか。まさか。しかしそんなことはどうでもいい。貴様を半殺しにしてボールの場所を喋ってもらうぞ。やってみろよ。バカなやつ。うわあ！ギャリックホーム！
油断したな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても変身した私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。待っていましたい。行こう。ボート。ジース。グルド。ギニュー。では、邪魔者の始末、お願いしましたよ。ギニュー特戦隊、もう来やがったか。さあ、ベジータちゃん、たっぷりと可愛がってあげるからね。ギニュー特戦隊、ここまでで、さあ、そろそろ、始めようぜ。ウィンチちょうだい。僕は早く。おっと、
一足早くナメック星に到着していたゴハンとクリリンはドラゴンボールの生みの親最長老と出会い潜在能力を引き出してもらうのであった。ナメック星人を襲いドラゴンボールを奪っていくフリーザ一味、その親衛隊であるギニュー特戦隊の前にフリーザからドラゴンボールを奪ってきたベジータと共になすすべもなくやられてしまっていた。ナメック星に到着しました。おい、クリリン、アジーズ死にかけてすぐ行くぞ。待ってろ、今こそ修行の成果見せてやる。悟空到着。おめえたちよく頑張ったな。あとは任せてくれ。こいつらおらしといて片付ける。妙な野郎だぜ。俺たちは一人で片付けるだろ。おめえらおらに勝てねえ。戦わなくてもわかる。何を言うかと思ったら、これ以上大ボケ野郎の冗談に付き合ってるのに一瞬で決めてる。アタック攻撃しても行くともしなかったやつ。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。地球で戦ったあいつとは別人だ。伝説は本当だったのか。千年に一人現れるというスーパーサイヤ人なのか。よくも俺様の可愛い部下たちをやってくれたな。ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様自らが思い知らせてくれるわ。ベジータ、おめえはもう一人のやつをやってくれ。死にかけて前傾してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てねえ相手じゃなくなった。ち、知ってやがったな。よし、行くぞ。ドラゴンボールは俺がいただいた。アバよ、カカロット。ジータ、スキアリ。メルキー、キュー。
という強さだ。まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか。悪いがおめえはオラに勝つことはできねえ。無駄な叩き合いはしたくねえんだ。このうちから消えてくれ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人にはなりきれていないのだな。だが少なくともこの俺様よりはるかに強い。見たぞその体。何を。チェンジ。交換させてもらったぜ貴様の体と。見つけたぞ。よくここまで来れたな。もっとひどい傷をつけておくんだった。まったくその通りだぜ。ベジータか。さっさとするんだな。残った方を片付けて。くそ、ならば死に損ないから先に始末してやる。ベジータたちを救ったのは孫悟空であった。なんとか義勇特戦隊を倒すことはできたのだが、地球人たちに出し抜かれ、ドラゴンボールによって3つのうち2つの願いが叶えられてしまう。分かった、願いを叶えてやろう。ここがふるさとか。しかし最長老の寿命が尽き、ベジータの願いが叶わぬままドラゴンボールは石に変わってしまった。
そしてとうとうあのフリーザが。スーパーサイヤ人への道。初めてですよ。ここまで私をコケにしたおバカさんたちは、まさかこんな結果になろうとは思いませんでした。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつ。よくそんな大ボラが吹けますね。いちいち勘に触る野郎だ。デタラメばかりではなさそうですね。いいでしょう。変身した私の力を見せてあげましょう。よーく見ておきなさい。滅多に見られるものではありませんからね。圧倒的な強さのフリーザに、ナメック星人ネイルとの同化を果たしたピッコロが立ち向かう。待たせたな。しかしフリーザはさらなる変身を遂げてしまう。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。フリーザかベジータか。のパワーというものを見せてあげましょう。貴様らは邪魔だ。今度よく見ておくんだな。大した自信がねベジータ。それとも頭がおかしくなったのかね。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。
サイヤ人なのかな。俺にはこれが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。来たがれフリーダー。真の恐怖と決定的な挫折にベジータはすでに戦意を失っている。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃおうか。まだゴミが残っていたのか。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。まさか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様が最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ジータはもうほとんど身動きせえできねえような状態だったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。バカ野郎、非常になれ。そうすれば貴様はきっとなれるはずだ。スーパーサイヤ人に。よく聞け、カカロット。惑星ベジータが消えたのはフリーザが攻撃しやがったんだ。あいつの命令通りに働いていたってのに、俺たち以外は全員殺された。奴がスーパーサイヤ人が現れるのを恐れたからだ。ただのフリーザを倒してくれ。頼む。サイヤ人で。孫悟空がその傷を癒しているとき、ご飯たちはついにドラゴンボールでピッコロを生き返らせることに成功する。ここがふるさと。しかしフリーザの圧倒的な力を前に、決めた。まだゴミが残っていたのか。誰だろうと逃がしはしないよ。オラは地球育ちのサイヤ人だ。
お前たちに殺されたサイヤ人のためにも、このナメック星人たちのためにも、お前をぶっ倒す。ここまでやってくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。できた。何伝説のスーパーサイヤ人。
ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。このフリーザ様がこうなったら見せてやる。 100% の力を。静かなる激闘。みじんにしてやるぞ、あの地球人のようにな。あの地球人のようにクリリンのことか。クリリンのことか。宇宙船が悟空、死ぬな、死ぬな。そんな、
かくドラゴンボールで地球に帰ってこれたのに。少しは頭を使ったらどうだ。本場のシェンロってこんなにでかいの？さあ、一つ目の願いを言うがいい。おっ、おら、悟空、ナメック星からなんとか脱出できたんだけど、地球に帰ったら未来から来たっていうやつが現れたんだ。今から3年後、この地球に恐ろしいです。人造人間が現れます。私こそが究極の生命体。次回、ドラゴンボール Z 新たなる脅威。ほら、病気になっちまうか。あれから1年、思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクター・ゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威。貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いも失敗したんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。かなりのパワーアップを果たしたようだ。だが、わしは当然として19号でも十分に倒せるレベルだ。あ、そう。じゃあその強さを早速見せてもらおうかな。いうのにかなり辛そうだ。お父さん、病気なんだよ、心臓の。うわー！
うわ、まずいぞ、エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。スーパーサイヤ人ベジータ。これまでの動きを見ていて分かった。貴様ら噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。肝心な部分を聞き逃している。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしている。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、そんなバカな、なんであいつがスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願って、そして凄まじい特訓を繰り返し、ある時俺は自分の限界に気づき、自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人だな。たわごとはそれぐらいにしておくんだな。所詮はわしたち人造人間の敵ではない。ベジータのビッグバンアタックだ。しかしドクター・ゲロは新たな人造人間を目覚めさせる。行っちまったぞ。あいつはどこ。この俺がここにいるというのに無視しやがった。ざけやがって。貴様らこれからどこへ行くつもりだ。孫悟空のところよ、殺しにね。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。さっさとかかってこい。いいわ、私がやる。大したことないの。なんだと。
スーパーサイヤ人となったベジータであったが、新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ、17号、18号。今の地球に必要なのは神ではない、つわものなのだ。ベタな化け物、次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だ、人違いだ。邪悪な予感。違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ！太陽剣！ピッコロたちから逃げながら人々を襲い、パワーアップしていくセル。このままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃ、行ってくる。それから一日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか？忍び寄るセル。
何も喋らなければ殺す。いいな。ふん、そう簡単にはいかんぞ。人造人間でもないのにやるじゃないか。だが俺のエネルギーは永久に減らない。勝負はこれからだ。記念すべき日がやってきた。この私が17号18号と合体し完全体となる日が。こえてやる、スーパーサイヤ人をさらに。邪魔だ、失せろカカロット。そう言うな、修行にいい場所知ってんだ。誰から伝えた？ベジータとトランクスが先に減る。後悔することになるかもしれんぞ。しかしその間に最強の肉体完全体を目指すセルがさらなる進化を遂げてしまう。カカロット、貴様がこれから入っても無駄になる。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。ベジータに自信あり。貴様がセルか、降りろ。セル、お前を粉々に砕いてやるぞ。私を貴様がか。そうだ、よく見るがいい。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。Yeah!
程度とはな。ぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。ぬおー、ちくしょう、完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、ならば完全体とやらになるがいい。楽しみにしているぞ、セル。見つけた。そこにいたか。18号太陽剣。セルの完全体完成。思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいだろう、ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。だからウォーミングアップだと言ったではないか。ふざけるな！どうしたのだ、さっきまでの勢い。笑えよ、ベジータ。悟空たちの木だ。あれ、やっぱベジータもトランクスもいるぞ。セルの木も感じるから生きてる。どうなってんだいって。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とゴハンはセルが完全体となったことを知る。10日後に武道大会を開いてやる。せいぜい強くなって楽しませてくれ。やけに落ち着いたるな。精神と時の部屋で何か発見でもしたのか。まあな。おお、この世界チャンピオン、ミスターサタンがセルなんてぶっ潰してやるぜ。やれやれ、どうしようもねえバカだ。そして10日後、運命の日が訪れる。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。セルゲーム始まる。よし、オラからやらせてもらう。いきなり貴様からか。
一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！孫悟空、今の私は体力が減っている。先頭とやらを組んだ。さらに素晴らしい試合になるはずだぜ。メッタ降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラもうやめとく。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければおめえに勝てるやつはいねえからだ。おめえの出番だぞ、ご飯。な、無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。相手は貴様でも叶わなかったスカルだぞ。クロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。こいつが精神と時の部屋で解放され始める。ダメ、ご飯、平和の世の中を取り消してやるんだ。わかりました、やってみます。悟空を超えた戦士。生意気なガキだ。すっかりその気か。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端死ぬことになるんだからな。意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ、お前みたいなひどいやつでも。僕には分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えて
とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころかどうしても貴様を怒らせたくなってきたぞ。ご飯を怒らせようとするセルの前に16号が敗れ、仲間たちも次々と傷ついていくのだった。やめろ、やめてくれ。そうか、人造人間。正しいことのために戦うのは罪ではない。精神を怒りのままに自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。余計なお世話だ、出来損ないを。孫悟飯爆発。もう許さないぞ、お前たち。いい気になるなよ、小僧。本気で私を倒せると思ってるのか。倒せるさ。Yeah!
Hey!
遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。地球ごとすべてを消してな。どうした孫悟飯、最後の抵抗を見せてみろ。やれよ。抵抗したって無駄なことぐらい分かってる。おいこら、諦めんなんてねえだろ、ご飯。お父さん、まさか、どこ？あの世から話してる。おめえも思いっきりカメハメハをぶちかましてやる。あ、そりゃ勝てるさ、絶対だ。だけど、今の僕は片方の腕しか使わないし、木だって、もう、かっこいい感じ。大丈夫、おめえなら勝てる。自分の力を信じろ。わかりました。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。くたばれ。だからよ、
チやご飯には悪いと思うけど、生き返らせてくんなくていいや。いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。